おやすみ文学第4夜、渡り渡る、やはり俺の青春ラブコメは間違っている1巻から14巻この放送はおやすみ前の十何分、程よく退屈な文学の話を聞いてくださいというノリでやっております。お相手は私、長谷川雅史です。えー、っと、ライトノベルも文学ということでですね、取り上げましたけども、えー、基本、ラノベはそんな読まないんですが、この「俺ガイル」は例外でして、 えー、よくある、えー、ラブコメと違ってなかなか、ね、テーマの射程も深く、えー、展開も簡単には読めなくてですね、えーとまあ、キャラクターもステレオタイプと思いきやなかなか個性的なので、えー、割と年齢層を高めの方でも楽しめるんじゃないかなと思います、えー、とタイトルとこのイラストとかだけで,です、ねえー、とどうせ平凡な男子高校生が女の子にモテまくる、えー、ハーレムラブコメなんでしょと決めつけて敬遠するのはもったいないかなと思います えー、とはいえですね、えー、基本的にメインターゲット層はですね、えー、現役高校生とか大学生とかだと思いますので、えー、それよりは僕はだいぶ年上なのでね、えー、ちなみに作者さんよりも年上なので、えー、かなり痛いおっさんだという自覚はありますけども、えー、まあ、好きなものは好きなので、えー、せっかくなので1回ぐらいね、あの語っておきたいなと思います。 えー、この「オレガエルは、ね」はかなり、えー、人気のある作品でして、えー、昨年2019年11月にです、ね、最初14巻が発売になって、えーまあ、もう少しあとサイドストーリー的なものも今後発売されるみたいなんですけども一応本編としては完結ということで,です、ねえー、と発売直後からです、ね、あのかなり多くのレビューがなされていて、えー、ネット上での書き込みはもちろんです、ね、中には YouTube で、ね、あの感想動画を上げている人も結構いて、えー、それを読んだり聞いたりしている と本当にいろんな意見があるなと関心もしましたし、えっと、あとまあその一つ一つ読み込みも深くてですね、すごいなと思って、えー、それもまた読んで楽しいんですが、えっ、ー、と、そういった多様な受け取り方ができるところもね、この作品の凄さかなと思います。<laughs> で、このお休み文学という僕のチャンネルはですね、普段まず読んでもらうために、えー、できるだけネタバレを避けた紹介という形なんですが、 えー、今回だけはね、完全にネタバレありきのね、いわゆる考察動画になりますし、えー、それもあって、いつものお休み前の十数分間というわけにはい,いかないくらい長くなると思うので、えー、その辺ご了承いただければなと思います。<laughs> えっと、早速内容に入りますけども、えー、と僕個人としてはですね、最終巻も綺麗にまとまったなという感じで非常に満足したんですが、 えー、他の読者の、ね、レビューでは、えー、結構モヤモヤが残ったとっいう意見もあってですね、えー、どうしても納得できない部分があるということで、えー、その感想を読んでみると、あなるほどなと思ったものもあったので、えー、その中でも疑問点を、ね、2つに絞ってですね、えー、僕の独断と偏見で、えー、脳内補完した意見ですけども、まあ、勝手に答えたいと思います。 えー、まず一つ目なんですけど、えっ、ー、と、本物って結局何だったのか。えー、あと二つ目は、え八、ー、万はなぜ、えー、主人公は、引きい八万はなぜ、ユイン・ガハム・ユイじゃなくて、ユキノシタ・ユキノを選んだのか。ってことですね。 で、一つ目でですね、あの、この疑問点にまず補足したいんですが、えー、これは主にですね、ガハマ推しの読者からのクレームというか、えー、本物って結局ただの恋愛関係のことだったのか。えー、だとしたら、振られてしまったガハマとの関係は偽物だったってことにならないえー、っていう感じですよね、えー。そういう読者にとっては、例えば最終14巻の、特に後半からのガハマさんの扱いがひどいじゃないかと。 完全に、えー、サブキャラに降格してしまったじゃないかってことですね、えー、その割には8番が前半で、えー、フルーツタルト作りに行った時にですね隠し味入りのタルトをガハマにあげたりですねあとはプロムで、えー、卒業生に紛れてね、えー、ガハマとダンスしたりしていやいやこれじゃあ思わせぶりすぎでしょうともて、えー、遊びすぎじゃないか、えー、期待させといて振るとかマジ鬼畜っていうねことですよね えー、ガハマ、あるいはガハマ推しの立場からすると。で、これってどういうことなのかっていうのをちょっと考えてみました。えー、主要登場人物3人の本物の点はね、それぞれ微妙に、えー、違うんじゃないかっていうことで、えー、簡単に図にまとめてみましたので、えー、ちょっとこのね、あの、エクセルでパパッと作ったのを見てほしいんですけど、 えー、まず本物ってのは、えっ、ー、と、信頼関係とか恋愛関係を含んだ、まあ、関係性、まあ、絆のようなものを指しているんだと思うんですよ。で、これはあのピラミッド構造っていうかね、階層構造になってて、えーまあ、土台があって、えー、まあ、あの、一番上には天井があるっていう感じですよね。 えーまあ、日本のお城でいうと、一番下に石垣があって、真ん中に城壁があって、えー、一番上に天守閣があるみたいな感じですかね。えー、でこの高さっていうのが、えー、それぞれ関係性の深さを示していて、一番下は、えー、この建物の中でいうと一番浅い関係。えーまあ、浅いって言っても、でも高校生の人間関係で言えば、ね、十分深い と言えるんですけど、で、この深い野菜というレベルは、それぞれ、その8万、えー、ゆきの、えー、ゆいが、えー、3人それぞれが求めるレベルと一致していると考えてみてください。とりあえず。そうするとちょっとね、しっくりくると思うんですよね。後でまた、あの、詳しく解説します。<laughs> で、原作9巻で8万が言った本物が欲しいという、 の本物という言葉はですね、これは別に恋愛関係じゃなくて、人としての信頼関係を指していると思うんですよね。えー、それ以上、8万求めていない。えっ、ー、と、まあ、ちょっと前後の状況説明からするとですね、法師部の部員である8万は、えー、それまでずっとアンチヒーローとしてですね、つまり憎まれ役を買って出て、 あんまり褒められたやり方じゃないんだけど、えー、とりあえずは依頼者の問題は必ず解決するという結果、いつも出してきたんですね。えー、非常に有能な部員だったわけですけども、これが修学旅行編ではちょっとやりすぎてしまったと。え間、ー、葉山グループの関係性を現状維持にもま保てないかという海老名ヒナの依頼は無事解決したんですけども、えー、いつものようにね、八幡が汚れ役を買って出てしまったせいで、今度は、えー、法師部3人の関係性がギクシャクしてしまうんですよね。 で、ギクシャクした結果、クリスマスイベント編では一人で意識いる派の依頼を受け,て受けることになるんですけども、まあ、あの例のロジカルシンキング、玉縄くんとかがですね、立ちはだかって、これがなかなか苦戦してうまくいかないんですよね。で、そんな中、八万の普段、えー、普段はとても仲のいい、えー、妹の小チがですね、えー、元気がな、ね、い兄の微妙に落ちているね、空気を察して、せっかく心配してくれたんですけども、 8万もつや、冷たくあしらっちゃってね、えー、結果、喧嘩っぽくっていうかね、口聞かないようになっちゃうんですよね。えー、そういういろいろ発砲塞がりの状況で、8万はやむを得ずね、えー、雪の音、ヶ浜に、初めて自分が、えー、法師部の2人に依頼という形でですね、ちゃんと依頼者側の正面の椅子に座り直してですね、えー、協力をお願いするんですよね。で、この この時、えー、それまでずっと、車、えー、に構えてね、えー、こじらせ続けてた八幡がついに、二人の目の前で、えー、それでも俺は本物が欲しいと、えー、涙ながらに訴えるわけですよね。あのニヒリスト王子の八幡が、えー、ようやく本音をさらけ出した、えー。これはね、ラブコメではなかなかめっにお目にかかれない名シーンですよね。えー、普段、 普通はね、恋愛物ってジャンルで本音をさらけ出すと言ったら、まあ、イコールね、もう恋の告白しかなかったんですねえ。実は君が好きだとか、あなたが好きだっていう。えー、ラブコメの演ーはってずっとこれを延々と繰り返してきたわけですけども、ここはそういうシーンじゃないですよね。で、まあ、ツンデレっていうキャラ変化のテンプレに従って表現するならね、えー、ずっとつけてた仮面を自分の手で、まあ、自らの手で割って見せるっていう意味ではね、もうこれ つんわれって、えー、名付けたいぐらいの、ね、行動なんですけども、まあ、僕の記憶にある範囲で言うとあの、あのー、まあ大名作の「スラムダンクの、ね」の、えー、三井久志の、えー、安西先生バスケがしたいです以来の、まあ、こうう衝撃的なつんわれですよね、えー、これアニメもねちょうどドンピシャの回想シーンとかが入ったりしてすごく良かったんですよね でこの9巻のこのシーンがね、この物語の一つに思わなったことは間違いないと思うんですよね。で、一つ目の信頼関係だっていう話に戻るんですけど、この本物が欲しいっていう名言の直前のセリフ、これ注目してほしいんですよね。あの原作ない人はアニメで確認してもらってもいいんですけど、あの、これ決めぜりの前なんで、長々 と、まあ、振りを言ってるんですけど、要約するとあの、分かってほしいんじゃなくて、分かっていたい。分かり合うのは無理だけど、それでも分かり合おうとする、その傲慢さをぶつけ合える相手は欲しいって8万は言ってるんですよね。これって皆さん考えてほしいんですけど、恋愛の口説き文句じゃないですよね。腹を割って話せる相手が欲しいんだと。決して色恋の話じゃないんですよね。 えー、8万は恋人どころか友達もいないって、えー、少なくとも自分ではそう思い込んでるタイプなんですよねあんだけ仲,さ仲良くなれそうな戸塚に対しても、まあ、憧れっていうかたまたまクラスメイトに、えー、ジャニーズ事務所のンがいたみたいな感じでちょっと引いてみてるんですよね本当はそんなことないのに、えー、どっか遠い存在としてね見てる、えー、自分の方から距離取っちゃってるんですよね むしろそのことを戸塚の方が寂しく思っちゃってるんじゃないかなって読めるくらいなんですよね。えー、本当に八幡が遠慮なくずけつけ傷つくような言葉を言える相手っての意味では、名誉知的な友達っていう意味ではな、ね、い。材木座ぐらいかなっていう感じなんですよね。えっ、ー、と、まあだからあの、初めてはあの本物が欲しいっていう本音で自分をさらけ出して、えー、その後、 屋上へ続くね、空中廊下で、雪野があ,のあなたの依頼受けるわと言ってですね。えー、で、ガハンもその後ね、私も手伝うと答えた時点で、実はもうこの一番大事な依頼ってのは成立しちゃってるんですよね。あの、その後のクリスマスイベントなんて実は全然関係なくて、八幡が信頼関係が欲しい。えー、その直後、えー、雪野もガハもも受け、それを受け入れちゃってるっていうか。 時点ですね、本物ってのは手に入ってしまってるんですよと僕は思うんですけどじゃあなんで、えー、この後も物語が続くのかつまりなんで九巻のラストでユキノがあなたの依頼受けるって言ったじゃないと意味しに呟いたのか、えー、もしくは八幡がその意味が分からなくてんみたいなリアクションになってるんですけど、えー、ガハマもそれに続けて私は分かっちゃったなと言ったのかということですね 実はこの8万の、えー、本物が欲しい宣言、これは心理学的には自己開示と呼ばれる行動でですね、損、えー、得感情抜きの、えー、計算抜きの、えー、計算なしの自分の波をさらけ出す行為なんですよね。で、この自己開示にはあの変法性というものがあります。えー、変法性、つまり、返して報いる性質ですよね。 えー、だからあの、さらけ出してもらえたら、えー、自分もさらけ出したくなってしまう性質なんですよね。えー、だからあの、対人恐怖症ならぬ対人過剰防衛症の8万がですね、えー、まさかあんなふうに自己開示しちゃうなんてことは、2人にとっては全くの想定外中の想定外でして、えー、ユキネもガハマも、それ相応の、もしくはそれ以上のお返しをしなきゃ気が済まなくなっちゃったんですよね。 えー、そのお返しっていうのが恋愛感情なわけですよねというかもう恋愛感情しかないんですよね8万と同じくらいのさらけ出しをするにはですね、えー、実際にそのもうその時点ではすでに雪乃はね、恋愛的な意味でも8万に惹かれてるわけですし、えー、じゃなかったら修学旅行の,あのカマスイヌ的なね、海老名さんへの告白にあんなにねあの不快感を、ね、示さなかったと思うんですよね、えー、ガハマはもちろんね一番最初から8万のこと好きでしたしね だからこそ八幡が求めた本物に対しては自分たちの恋愛感情を伝えるっていうのが二人にとっては最適化になるわけですよね。で、八万も馬鹿じゃないので、その時は気づかなくても、その後の展開では雪のガハマという二人からね、向けられる恋心に、ね、気づいていくんですよね。えー、それには真摯にね、まあ、真摯的に答えなければならないとは思ってる。 です。でもある意味で誤解を恐れずに言えばですね8万にとってはそういう気持ちはとても大事だけれどおまけにすぎないと、えー、極めて重要だけれどあくまでボーナス的な次的な喜び、えー、ということはやっぱり極論で言ってしまうと8万としてはどっちと付き合ってもいいだって恋愛感情の面で本音で答えるなら8万だってどっちのことも好き,な好きだからですね でそんなわけあるかよね、皆さん思うかもしれないんですけど、えちょっと考えてみてほしいのは、あの、13巻の最後まで、というか、まあ、14巻の前半まではですね、えー、つまり、8万が雪乃に告白するまでは、8万はどっちの恋に、どっちの人にね、告白するか予想つかなかったと思うんですよね。あるいは、えー、どっちともくっつかないんじゃないかっていうのもね、だいぶあの、<laughs> 予想してる人多かったと思うんですけど、それもそのはずで、 えー、8万は、えー、それまでずっと雪のかゆいか、どちらをより好き,が好きかっていうような思わせるような言、ね、動は一切取ってないんですよね。強いて言えばどっちも好きというかね、大事な存在だと。えー、そもそも自分が恋愛できるような人間だと思ってないからですね、えー。さっきも言いましたが、恋愛どころかまともな人間関係すら気づけないと思ってるんだから。えー、ある意味当然なんですよね、えー。そしてすでに信頼関係は成り立っていると。本物何も休暇の時点で入っている。 手に入っているんですよね。えー、ただ八幡もそして雪雲が浜も含めてその成立には気づいていない、えー、気づいているのはおそらく担任教師の平塚静香先生と雪乃の姉、ねまあ、春野ぐらいなんですけど、えー、平塚先生はその信頼関係の成立を、ね、祝福して、ね、応援しているんですけど春野の方はそういう三位一体の信頼関係に、ね、あの深く、えー、嫉妬してるっていうかね羨ましいと思っているので えー、例えば、脅威存とか、代償行為っていう言葉で、まあ、悪意のある、ね、ラベリングをですね、必要にして、えー、なんとか偽物扱いしようとするんですよね。あるいは、8万を奪って自分,の自分にも本物をシェア,シェアさせてほしいと思ってるかとか、あとは、えーまあ、8万にとってのヒール役を買って出てですね、実は妹の恋人を応援しているっていう可能性もあるんですけど、まあ、これはちょっとね、うがった見方だろうなと思います。 いろんな解釈があると思うんですけどね。えー、まあ、そういう感じで、えっ、ー、と、この一つ目自体はもう、あの、早い段階で成立してるっていうのは僕の答えですね。えー、で、二つ目の疑問いきます。えー、なぜ八万はガハマじゃなくてユキンを選んだのかっていうところなんですけど、この答えはね、三つあるんですよね。え一、ー、つ目は、えー ガハマの思いの方が実は重いからっていうね、あのまあ、ダジャレになっちゃいましたけど、えっと、これ改めてさっきのね、あのこの図を見てほしいんですが、えぇ、ー、八幡は信頼関係までしか求めてないんですよね。で、雪乃はちょっと上の、まあ、もうちょっと深い、えー、恋愛感情と書いてます。まあ、恋愛感情伝え 会う関係までは求めていると。で、実際に付き合うかどうかもでは考えてないですよね。まあ、なぜなら、八万のことが好きな、えー、このガハマの存在があるので、えー、常に一歩引いて、ある意味で譲るような態度をとるんですよね。これは万、八奉仕部の勝負に勝って、自分の願いを聞いてもらうってなった時に、えー、まあ、ガハマの、まあ、 ユイガハマさんの願い叶えてあげてって言ってることからもね、わかると思うんですけど。で、ガハマは,は物語の後半、13巻以降ですかね。あの、モノローグの中でいくつかのキーワードを品質させてるんですけど、まあ、全部欲しいとかね、ずるいとかわがままだっていうのは3つがメインになると思うんですけど、この全部欲しいっていうのはさこの図で言うと、あの、まず8万が求める信頼関係を得て、 えっと、次にユキノが求める、えー、恋愛感情を伝え合う関係も得てですね、さらにその上でまあ恋愛、実際に恋愛対象としてパートナーとなってまあ交際するという関係まで求めてるってことになると思うんですよね。えー、あの、まあ、ガハマは物語で最初の最、最初の最初からすでに八幡のこと好きだったので、 え別にこれだけならずるくもわがままでもないんですけど、なんでそういう言葉を繰り返すかっていうと、えー、重要なのはですね、8番がそこまで求めてないし、えー、雪のもが浜に遠慮して身を引くであろうってことを知った上で、それなのに自分はそれ以上求めてるっていうね、自覚がはっきりあるからですよね。確、ま、信、あ、犯だからですよね。それをずるいわがままだって言ってるんですよね。 え、なんだこのセリフね、繰り返せば繰り返すほど、あの、振られる振りになっているような、振られる振り、ややこしいな。え、つまり最終的には振られるダメージへの予防線を張る結果になっちゃってる気がしないでもない。というかですね。まあそういうところも含めてね、あの、ガハマは可愛いなと思うんですけどね。え、でも八万側から見ても、あの、ガハマのこの要求って少なくとも、雪のそれよりは、 ち、えー、ちょっっと重いものになっちゃうんですよね。あのー、最終巻で8万は雪乃の、ね、あるセリフに対してです、ね、重って突っ込んでるシーンがあるんですけど、あのこれガハモ相手だったら突っ込むことさできないと思うんですよね。ガハモの思いはそれ以上にもっと重いっていうね。えー、それは今のコミュ力の8万には大抵るものじゃないじゃないかなと、8万自身がそう考えてるんじゃないかなと思います。 で、二つ目の理由としては、あの、八幡はメンヘラキラーなんですよね。えー、基本的に闇を抱えている女の子が好きというか、えー、むしろそういうことのコミュニケーションの方が得意なんじゃないかなと。えー、親近感があるっていうかね。えー、それで言うと雪の、雪乃は八幡の言葉をそっくりそのまま春のに伝えるとかっていう、まあ依存体質があるのは事実で、えー、実は自立性がないんですよね。一人で耐えられない。えー、もちろん高校生なんて誰だって闇を抱えてるっていうか、そういう不安を、 まあそういう不安定な時期って普通で、えー、ガ,ハもガハマンもね、例えば気を使いすぎるとか、空気読めすぎるっていう闇を抱えてはいるんですけど、雪の降りは全然健全というかね、えー、やはり安定感があるんですね。自分の恋愛観や行動に主体性があって強いんですよね。えそういう相手だと8万の出番がないんです、実はね。8万自身が存在価値を見いだせないんですよね、えー。奉仕できるチャンスがないっていう、ね。部活 の流れでうううとそういうことありますかね、えー、この考え方でいうと、八幡自身もあの雪乃のような存在を求めているという意味ではねあの春野の言うりでりにです、ね、共、えー、依存関係ではあるんですけど、最終巻の平塚先生のねあのバッティングセンターのシーンでですね、えー、それもまたねその好きだという感情のことだよと、まあ、<laughs> 平たく言うとそう,いうそういう中身になるんですけど。 えー、そうやって言われて、アドバイスされて、まあ、これのその共依存という言葉をを、ね、受,受け入れられるようになったんじゃないかな、まあ、同時なくなったんじゃないかなということですね。で、えー、雪のラんだ3つ目の理由、これはまあちょっと最後の、ね、理由は、ふわっとした根拠に聞こえるかもしれませんが。 えーまあ、なんとなく気が合う2人っていうことですよね。えー、今回の14巻でもね、最後のプロムの裏方仕事でですね、同じ場面でね、シェイクスピアのあイメージしたりとかですね、えー、あと例えば2巻の最初の方でね、3人で定期テストの勉強するって話になったときに、えー、八幡とユキナは速攻でイヤホンとね、ヘッドフォンはめて、えー、全く同じ自習スタイルになってガハマンが驚くみたいなね、 やっぱり2人はあのこういう何気ない些細な部分とか共有の豊かさでは話があるだろうなと思うんですよね。まあ、お互い本が好きとかですね。えー、付き合い続ける意味では、ね、そういうの大事ですからね。あの <laughs> ただ繰り返しになりますがあの、8万は振ったガハマのことも好きなんですよね。えー、最初にも少し触れましたがね。14巻の前半でガハマの家で、えー、ガハママと一緒にフルーツタルトを作ったときにですね。 えー、アンにですけど、えっ、ー、と、まあ、ガハマに思いを伝えてるんですよね。これ、あの、ガハマの家で一緒に作ったフルーツタルトの帰り道の途中でですね、あの、ガハマにわざわざ渡して、作ったタルトを渡してですね、しかも、隠し味があるって言ってるんですよね。その具体的な中身っていうのは直接は答えないんですけど、あの、これはガハママがガハマに入地した恋心とかね、まあ、愛情、 っていうようにな内容と捉えて構わないと思うんですよね。えー、っと、ってことは、ここで八幡がしてることは、ガハマへの愛の告白なんですよね。なんだけど、その後で振ってると。なぜなら、雪野と付き合うから。これ、ね、まあ、すごく間違っているんですよね。でも、そういうお話だから、やっぱりこれで正しい。まあ、真面目な話は、あの、まあ、ね、脇とかじゃなくて複の、複数の人を、ね、同時に好きになる。 ということは全然よくあることなんですけど、まあ、八幡雪のガハマ、えー、まあ、もちろん読者の大半もね、そういう展開望んではないかので、どちらかを選ぶという形しか選択肢を取れなくてですね、やむを得ずね、さっきの3つの理由でね、8、え、万、ー、は雪のを選んだんじゃないかなっていうのが、えー、僕の考察ですね。 あと最後に、まあ一つだけあの皆さんにお聞きしたいことがあって、これは他の感想動画を上げてた人もおっしゃってたんですけど、えーゆ、ゆ、雪野はどの時点で八万を好きになったのかってことなんですよね。これね、前編通しても、どこにもはっきり描かれてないんですよね。まさにいつの間にかなんですよね。これまあ批判とかじゃなくてすごい技術だなと思うんですよね。えー 一応僕なりのあの、の僕なりの回答としてはです、ね、三あの,3巻の春の初登場の時に、えー、春野のことはただ完璧な人だなーって絶賛するんじゃなくて、まあ、強化外骨格というね、えー、なかなかのパワーワードでね、あの表現してましたよね、その闇の部分もね、一瞬で見抜いたってことですね。 えー、これで後々のディスニー、デスティ、デステニーランドか。デスティニーランドでも言ってますけど、雪野は感心した部分、えー、まあもちろん感心もしたんですけど、初めて自分のことをね、自分のことを分かってくれるかもって思ったんじゃないかなって。っていう推測ができます。あとは6巻の文化再編のラストですかね。えー、雪野が8枚に対して本当に誰でも救ってしまうのねと褒めて、 その後に、えー、あなたのことなんて知らなかったけど、今は知ってるって答えるシーンがあるんですよね。えー、ここじゃないかなと。でこれ、どういう文脈かっていうと、8万は高校の入学式の日に交通事故に遭ってて、えー、その車は雪乃の家の、ねあのー、車なんですよね。運転手がいるような家庭な,なんですけど、えー、その運転手がですね、えー、8万、 まあ引いちゃうんで、すよね。で、だからまあ、雪乃は八幡のこと知ってた、実はね、知ってたはずなんですが、それは知ってる、知ってたってことをずっと8万には言わずにいたんですよね。あの、部活で会った時とかもね。えー、で、その内緒にしてたってことを8万は、あの、えー、まあ、雪乃は空気は読まないけど、嘘はつかない人だっていうイメージがあったんですけど、そのイメージが崩れちゃって、 結構ショックを受けるんで、すよねで。それからは雪のとの距離を測りかねてたんですけど、そのこの今は知ってるっていうこのセリフによって、まあ、わだかまりが解消されると。で、大事なのは、その事故をね、合わせちゃった同居生っていう、えー、関係じゃなくて、まあ、あの同じね、奉仕部員として、曲がりなりにもね、一緒に築いてきた、まあ、人となり、ね、人間関係じゃないの っていう風な、雪、え、乃、ー、がそう答えたんだって、まあ、8番受け取ることができたんですよね。この、今は知ってるっていうセリフで。で、8番ここでも雪乃に、まあ、付き合ってとかじゃなくてあの、友達にならないかっていうね、提案をしてるんですよね。決して恋愛じゃないんですよね。で、その、この友達発言はただの、まあ、その臭いセリフじゃなくて、それまでの不信感を拭いたい、えー、例えば、嘘をつく、疲れる関係でも構わないよ。 っていう非常にね、周りくどいですね、いかにも八万っぽいあの提案だったんですけど、まあ、それを一応ね、もう拒否しな,しながらもあの、あなたのことは嫌いではないよって示したのが、このセリフだと思うんです今の今はあなたを知ってるっていう言葉に集約されてるんじゃないかなって気がしたんで、えー、まあここで初めてその、ね、恋愛感情の方が、みたいなものが芽生えたのかなという。えー、実際にこの後の修学旅行編ではね、もう好きになってると思うんですよね。 えー、7巻でね、特に平塚先生と3人で、えー、天一のラーメン食べに行った後の帰り道で、ね、2人きりになるの、人きりでちょっとホテルに、あの宿泊してるホテルに、ねえー、戻るの、戻るのが、ちょっとこんな時間に一緒に見られるのを見られるとちょっとって、恥じらいながらね、えーの、行ったりするシーンがあるんですけど、ここはもう完全に意識してるかなっていうね、感じなので。<laughs> えーまあ、こ,こ,のここの2つぐらいかなと思うんですけどね、あとは、まあ、初めてあの雪乃の一人,人で住んでるマンションにねちょっとかあのお見舞いに行ったシーンとかもちょっとねあの怪,しい怪しいというかね、えー、そこも候補ではあるんですけど、まあえー、ぜひ、ね、皆さんにもねこの意見を、えー、聞きたいなと思っております。ち <laughs>、えー、ちょっっとねだいぶ長くなっちゃいました えっと、誰が最後まで聞くねんっていう話ですけどね。まあ、俺がいるファンの何人かはね、聞いてくれるかなと思っております。まあ、でも、あくまで考察なんでね、正解でも何でもなくて、えー、他に意見っていうかね、こういうのが違うよっていうのがあればね、ぜひコメント欄とかで <laughs> え知りたいと思いますし、えー、他にもね、まだまだ語りたいことはたくさんありまして、例えば、キャンプ場で葉山が匂わせた好きな人ってのは、まあ、春野のことなんだろうなとか、 あと、京都駅の屋上でエビナさんがね、えー、した告白は、まあ、ガチだったんじゃないかなとかですね。あと、最終巻で、川崎さっきりのことをいつでも川なんとかさんと呼ばなくなっている理由とかですね。えっ、ー、と、まだまだね、語り尽くせないんですけど、えー、いい加減、キリがないのでね、えー、最後のね、引用で終わりたいと思います。えー、すいません、一応ね、最後にこの <laughs>、少しだけ朗読するっていうね、コンセプトでやってますんで、あ、ほんとね、あの、一番、 あのー、美味しいところ読みますけども、えー、せっかくなんでねあの八幡に漢字を入して読みたいのでよかったら聞いてください <laughs> あなたが好きを引きがやく完全な冬打ちに固まっていると雪の人は恥ずかしそうにはにかんだ照れ笑いを浮かべ,浮かべた桜色に染まった方を書類束でさっと隠し チラリと一瞬だけ、こちらの反応を探るように、上目遣いで伺って、けれど、沈黙に耐えかねたように、じりっと後ずさりする。そして、こちらの言葉なんてまるで待たずに、逃げるように足早にかけていった。おい、マジかよ。本当にめんどくさいな、こいつ。言い逃げされたら、こっちはなん何もできねえだろう。なにこれ、別の機会にまた改めて俺も何か言わなくちゃいけなくなるんじゃないの そういうのほんとつらいんですけど、マジでめんどくさい。けど、死ぬほどめんどくさいところが死ぬほどかわいい。それではおやすみなさい。おやすみ文学第4夜、渡り渡る。やはり俺の青春ラブコメは間違っている。1巻から14巻。 この放送はお休み前の十何分、ほよく退屈な文学の話を聞いてくださいというノリでやっております。お相手は私、長谷川正史です。えー、っと、ライトノベルも文学ということでですね、取り上げましたけども、えー、基本ラノベはそんな読まないんですが、この俺ガイルは例外でして、えー、よくある、えー、ラブコメと違って、なかなかね、テーマの射程も深く、 えー、展開も簡単には読めなくてですね、えーとまあ、キャラクターもステレオタイプと思いきやなかなか個性的なので、えー、割と年齢層高めの方でも楽しめるんじゃないかなと思います。えー、とタイトルとこのイラストとかだけでですね、えーと、どうせ平凡な男子高校生が女の子にモテまくる、えー、ハーレムラブコメなんでちょっと決めつけて敬遠するのはもったいないかなと思います。えー、とはいえですね、えー、基本的にメインターゲット層はですね、 えー、現役高校生とか大学生とかだと思いますので、えー、それよりは僕はだいぶ年上なのでね、えー、ちなみに作者さんよりも年上なので、えー、かなり痛いおっさんだという自覚はありますけども、えー、まあ好きなものは好きなので、えー、せっかくなので一回ぐらいね、あの、語っておきたいなと思います、えー。このオレガエルはね、かなり人気のある作品でして、えー、昨年2019年11月にですね、最初14巻が発売になって、 えー、まあ、もう少しあとサイドストーリー的なものも今後発売されるみたいなんですけども、一応本編としては完結ということでですね、えー、と、発売直後からですね、あの、かなり多くのレビューがなされていて、えー、ネット上での書き込みはもちろんですね、中には YouTube でね、あの、感想動画を上げてる人も結構いて、えー、それ読んだり聞いたりしてると本当にいろんな意見があるなと関心もしましたし、えー、と、あとはまあその一つ一つ読み込みも深くてですね、すごいなと思って、 えー、それもまた読んで楽しいんですが、えーと、そういった多様な受け取り方ができるところもね、この作品の凄さかなと思います。で、このお休み文学という僕のチャンネルはですね、普段まず読んでもらうために、えー、できるだけネタバレを避けた紹介という形なんですが、えー、今回だけはね、完全にネタバレありきのね、いわゆる考察動画になりますし、 えー、それもあって、いつものお休み前の十数分間というわけにいかな,かい,かないくらい長くなると思うので、えー、その辺ご了承いただければなと思います。<laughs> えっと、早速内容に入りますけども、えー、っと、僕個人としてはですね、えー、の最終巻もきれいにまとまったなという感じで非常に満足したんですが、えー、他の読者のね、レビューでは、えー、結構もやもやが残ったという件もあってですね、えー、どうしても納得できない部分がある。 とということで、えー、その感想を読んでみるとあ、なるほどなと思ったものもあったので、えー、その中でも疑問点をね2つに絞ってですね、えー、僕の独断と偏見で、えー、脳内補完した意見ですけども、まあ、勝手に答えたいと思います、えー。まず一つ目なんですけど、えっ、ー、と本物って結局何だったのか。<laughs> えー、あと二つ目は、えー、八万はなぜ、えー、主人公は、引きい八万は、なぜ、ユイ・ガハマ・ユイじゃなくて、ユキノシタ・ユキノを選んだのか。ってことですね。で、一つ目で,ですね、あの、この疑問点にまず補足したいんですが、えー、これは主にですね、ガハマ・オシの読者からのクレームというか、えー、本物って結局ただの恋愛関係のことだったのか。 えー、だとしたら、振られてしまったガハマとの関係は偽物だったってことにならないえー、っていう感じですよね、えー。そういう読者にとっては、例えば最終14巻の特に後半からのガハマさんの扱いがひどいじゃないかと。完全に、えー、サブキャラに降格してしまったじゃないかってことですね。えー、その割には8番が前半で、えー、フルーツタルト作りに行った時にですね、隠し味入りのタルトを ガハマにあげたりですね。あとはプロムで、えー、卒業生に紛れてね、えー、ガハマとダンスしたりして、いやいや、これをじゃあ思わせぶりすぎでしょうと。えー、モテてあびすぎじゃないか。えー、期待させといて振るとかマジ鬼畜っていうね、ことですよね。えー、ガハマ、あるいはガハマ推しの立場からすると。 で、これってどういうことなのかっていうのをちょっと考えてみました。えー、主要登場人物3人の本物の定義がね、それぞれ微妙に、えー、違うんじゃないかっていうことで、えー、簡単に、えー、図にまとめてみましたので、えー、ちょっとこのね、あの、エクセルでパパッと作ったのを見てほしいんですけど、えー、まず本物ってのは、えっ、ー、と、信頼関係とか恋愛関係を含んだ、まあ、関係性 まあ、絆のようなものを指しているんだと思うんですよ。で、これは、あの、ピラミッド構造っていうかね、階層構造になってて、えー、まあ、土台があって、えー、まあ、あの、<laughs> 一番上には天井があるっていう感じですよね。えー、まあ、日本のお城で言うと、一番下に石垣があって、真ん中に城壁があって、えー、一番上に天守閣があるみたいな感じですかね。えー、で、この高さっていうのが、えー、 それぞれ関係性の深さを示していて、一番下は、えー、この建物の中で言うと一番浅い関係、えー。まあ浅いって言ってもでも高校生の人間関係で言えばね、十分深いと言えるんですけど、で、この深い浅いというレベルは、それぞれ、あのその八万、えー、ゆきの、えー、ゆいが、えー、3人それぞれが求めるレベルと一致している。 と考えてみてください。とりあえず。そうするとちょっとね、しっくりくると思うんですよね。後でまた、あの、詳しく解説します。<laughs> で、原作9巻で8万が言った本物が欲しいというのを、本物っていう言葉はですね、これは別に恋愛関係じゃなくて、人としての信頼関係を指していると思うんですよね。え、それ以上8万求めていない。 えとまあ、ちょっと前後の状況説明からするとですね、法師部の部員である8万は、えー、それまでずっとアンチヒーローとしてですね、つまり憎まれ役を買って出てあんまり褒められたやり方じゃないんだけど、えー、とりあえずは依頼者の問題を解決するという結果をいつも出してきたんですね。えー、非常に有能な部員だったわけですけどもこれが修学旅行編ではちょっとやりすぎてしまったと。 えー、葉山グループの関係性を現状維持のまま保てないかという海老名ヒナの依頼は無事解決したんですけども、えー、いつものよりね8万が汚れ役を買って出てしまったせいで今度は、えー、法師部3人の関係性がギクシャクしてしまうんですよねでギクシャクした結果クリスマスイベント編では1人で意識いるルホの依頼を受け,て受けることになるんですけども、まあ、あの例のロジカルシンキング玉川くんとかがですね立ちはだかってこれがなかなか苦戦してうまくいかないんですよね でそんな中、八幡の普段、えー、普段はとても仲のいい、えー、妹の小町がですね、えー、元気がな、ね、い兄の微妙に落ちている、ね、空気を察して、せっかく心配してくれたんですけども、八幡もつや、冷たくあしらっちゃってね、えー、結果、喧嘩っぽくっていうかね、口きかないようになっちゃうんですよね。えー、そういういろいろ八方塞がりの状況で、八幡はやむを得ずね、えー、雪の苫ヶ浜に。 初めて自分が、えー、法師部の二人に依頼という形でですね、えー、ちゃんと依頼者側の正面の椅子に座り直してですね、えー、協力をお願いするんですどね。で、この、この時、えー、それまでずっと、車、えー、に構えてね、えー、こじらせ続けてた八幡がついに二人の目の前で、えー、それでも俺は本物が欲しいと、えー、涙ながらに訴えるわけですよね。 あのニヒリスト王子の八万が、えー、ようやく本音をさらけ出した、えー、これはねラブコメではなかなかメタにお目にかかれない名シーンですよね、えー、普段普通はね恋愛物ってジャンルで本音をさらけ出すといったらまあイコールねもう恋の告白しかなかったんですよね、えー、実は君が好きだとかあなたが好きだっていう、えー、ラブコメの演ってずっとこれをえんと繰り返してきたわけですけどもここはそういうシーンじゃないですよね <laughs> で、まあツンデレっていうキャラ変化のテンプレに従って表現するならね、えー、ずっとつけてた仮面を自分の手で、まあ自らの手で割ってみせるっていう意味ではね、もうこれ、ツン割れって、えー、名付けたいぐらいのね、行動なんですけども、まあ僕の記憶にある範囲で言うと、あの、あの、まあ大名作のスラムダンクのね、えー、三井久志の、えー、安西先生バスケがしたいです。 以来の、まあ、こうう衝撃的なつれれですよね。えー、これアニメもね、ちょうどドンピシャの回想シーンとかが入ったりしてすごく良かったんですよね、えー。この9巻のこのシーンがね、この物語の一つに思わだったことは間違いないと思うんですよね。で、1つ目の信頼関係だっていう話に戻るんですけど、この本物が欲しいっていう名言の直前のセリフ、これ注目してほしいんですよね。 あの原作ない人はアニメで確認してもらってもいいんですけど、あのこれ、鬼滅イフの前なんで、長々と振りを言ってるんですけど、ようやくすると、あの分かってほしいんじゃなくて、分かっていたい。分かり合うのは無理だけど、それでも分かり合おうとする、その傲慢さをぶつけ合える相手は欲しいって8万は言ってるんですよね。これって皆さん考えてほしいんですけど、恋愛の口説き文句じゃないですよね。 腹を割って話せる相手が欲しいんだと。決して色恋の話じゃないんですよね。8、え、万、ー、は恋人どころか友達もいないって、えー、少なくとも自分ではそう思い込んでるタイプなんですよね。あんだけ仲良さ、仲良くなりそうな戸塚に対しても、まあ憧れっていうか、たまたまクラスメイトに、えー、ジャニーズ事務がいたみたいな感じで、ちょうど引いて見てるんですよね。本当はそんなことないのに、えー、どっか遠い存在としてね、見てる。 自分の方から距離通っちゃってるんですね。むしろそのことを突っかの方があの寂しく思っちゃってるんじゃないかなって読めるくらいなんですよね。えー、本当に八万が遠慮なくズケツケ傷つくような言葉を言える相手っての意味では、あの、身内的な友達っていう意味ではな、ね、い。材木座ぐらいかなっていう感じなんですよね。えっ、ー、と、ま、あだからあの、 初めてはあの本物が欲しいっていう本音で自分をさらけ出して、えー、その後、屋上へ続く、ね、空中廊下で雪野、雪乃があなたの依頼受けるわと言ってですね。えー、で、ガハンもその後ねあ、私も手伝うと答えた時点で、実はもうこの一番大事な依頼ってのは成立しちゃってるんですよね。あのその後のクリスマスイベントなんて実は全然関係なくて、あの8万が信頼関係が欲しい。えー、その直後、 えー、雪乃もヶ浜も,もう受け、それを受け入れちゃってるっていう時点でですね、のあの本物ってのは手に入ってしまってるんですよ。と僕は思うんですけど、じゃあなんで、えー、この後も物語が続くのか、つまりなんで9巻のラストで雪乃があなたの依頼受けるって言ったじゃないと意味しに呟いたのか、えー、もしくは八巻がその意味が分からなくてん、んみたいなリアクションになってるんですけど、 えー、ガハマもそれに続けて、私は分かっちゃったな、と言ったのか、ということですね。実はこの8万の、えー、本物が欲しい宣言、これは心理学的には自己開示と呼ばれる行動でですね、えー、損得感情抜きの、えー、計算抜きの、えー、計算なしの自分の前をさらけ出す行為なんですよね。で、この自己開示には、あの、変方性というものがあります。 えー、変方性、つまり、返して報いる性質ですよね。えー、だから、あの、さらけ出してもらえたら、えー、自分もさらけ出したくなってしまう性質なんですよね。えー、だから、あの、対人恐怖症ならぬ、対人過剰防衛症の8万がですね、えー、まさかあんなふうに自己開示しちゃうなんてことは、2人にとっては全くの想定外一の想定外でして、 えー、キけもガハマも、それ相応の、もしくはそれ以上のお返しをしなきゃ気が済まなくなっちゃったんですよね。えー、そのお返しってのが恋愛感情なわけですよね。というかもう恋愛感情しかないんですよね。8万と同じくらいのさらけ出しをするにはですね。えー、実際にその、もうその時点ではすでにユキがはね、恋愛的な意味でも、 八万に惹かれてるわけですしえ、じゃなかったら新学旅行のあのカマセイヌ的なねエビナさんへの告白にあんなにねあの不快感をね示さなかったと思うんですよね。えー、ガーマンはもちろんね一番最初から八万のこと好きでしたしね。えだからこそ八万が求めた本物に対しては自分たちの恋愛感情を伝えるっていうのが二人にとっては最適化になるわけですよね。 で、八幡もバカじゃないので、その時は気づかなくても、その後の展開では雪のガハマという二人からね、向けられる恋心に、ね、気づいていくんですよね。えー、それには真摯にね、まあ、真摯的に答えなければならないとは思ってるんです。でも、ある意味で、えー、誤解を恐れずに言えばですね、八幡にとってはそういう気持ちはとても大事だけれど、おまけにすぎないと。えー、極めて重要だけれど、あくまでボーナス的な、副、え、次、ー、的な喜び、えー。ということは、 やっぱり極論で言ってしまうと、8万としてはどっちと付き合ってもいい。だって恋愛感情の面で本音で答えるなら、8万だってどっちのことも好き,な好きだからですねで。そんなわけあるかよね、皆さん思うかもしれないんですけど、えちょっと考えてみてほしいのはあの、13巻の最後まで、というか、まあ、14巻の前半まではですね、えー、つまり、8万が雪乃に告白するまでは、8万はどっちの恋に、どっちの人にね、 告白すするかかか予想つかなかったと思うんですよねあるいはどっちともくっつかないんじゃないかっていうのもねだいぶあの <laughs> 予想してる人多かったと思うんですけどそれもそのはずで8万はそれまでずっと雪のかゆいかどちらをより好き,が好きかっていうのを思わせるような言、ね、動は一切取ってないんですよね強いて言えばどっちも好きというかね大事な存在だとそもそも自分が恋愛できるような人間だと思ってないからですね えー、さっきも言いましたが、恋愛どころかまともな人間関係すら気づけないと思ってるんだから、えー、ある意味当然なんですよね、えー。そしてすでに信頼関係は成り立っていると。本物はもう9巻の時点で入っている、手に入っているんですよね。えー、ただ、8番も、そして雪雲が浜も含めて、その成立には気づいていない、えー。気づいているのはおそらく担任教師の平塚静香先生と雪乃の姉、ね、まあ、春のぐらいなんですけど、 えー、平塚先生はその信頼関係の成立をね、祝福してね、応援しているんですけど、春野の方は、そういう三味一体の信頼関係にね、あの、深く、えー、嫉妬してるっていうかね、羨ましいと思ってるので、えー、例えば、脅威損とか、あと、代償行為っていう言葉で、まあ、悪意のあるね、ラベリングをですね、必要にして、えー、なんとか偽物扱いしようとするんですよね。あるいは、八万を奪って自分のも、 自分にも本物をシェアシェアさせてほしいと思っているかとか、あとは、えー、まあ八枚にとってのヒール役を買って出てですね、実は妹の恋人を応援しているっていう可能性もあるんですけど、まあ、これはちょっとねうがった見方だろうなと思います。いろんな解釈があると思うんですけどね。えーまあ、そういう感じで、えー、とこの一つ目自体はもう、あの 早い段階で成立してるっていうのは僕の答えですね。えー、で、二つ目の疑問いきます。えー、なぜ八万はガハマじゃなくてユキンを選んだのかっていうとこなんですけど、この答えはね、三つあるんですよね。えー、一つ目は、えー、ガハマの思いの方が実は重いからっていうね、あのー、まあダジャレになっちゃいましたけど、えー、っと、これ改めてさっきのね、あのー、この図を、 見て欲しいんですが、えー、8万は信頼関係までしか求めてないんですよね。で、雪乃はちょっと上の、まあ、もうちょっと深い、えー、恋愛感情と書いてます。まあ、恋愛感情を伝え合う関係までは求めていると。で、実際に付き合うかどうかまでは考えてないんですよね。まあ、なぜなら8万のことが好きな、 えー、このガハマの存在があるので、えー、常に一歩引いてある意味で譲るような態度を取るんですよね。これは八魔、あの、法支部の勝負に勝って自分の願いを聞いてもらうってなった時に、えー、まあ、ガハマの、まあ、由比ガハマさんの願いを叶えてあげてって言ってることからもね、わかると思うんですけど、で、ガハマは、物語の後半、13巻以降ですかね、 あの、モノローグの中でいくつかのキーワードを品質させてるんですけど、まあ全部欲しいとかね、ずるいとかわがままだっていうのは3つがメインになると思うんですけど、この全部欲しいっていうのはさこの図で言うと、あの、まず八万が求める信頼関係を得て、えー、っと、次に雪野が求める、えー、の恋愛感情を伝え合う関係も得てですね、さらにその上でまあ恋愛、 実際に恋愛対象としてパートナーとなって、まあ、交際するという関係まで求めてるってことになると思うんですよね。えー、あの、まあ、ガハマは物語で最初の最、最初の最初からすでにハチのこと好きだったので、えー、別にこれだけならずるくもわがままでもないんですけど、なんでそういう言葉を繰り返すかっていうと、 え、重要なのはですね、8番がそこまで求めてないし、えー、雪のもが浜に遠慮して身を引くであろうってことを知った上で、それなのに自分はそれ以上求めてるっていうね、自覚がはっきりあるからですよね。ま、確信犯だからですよね。それをずるいわがままだって言ってるんですよね。えー、なんだこのセリフね、繰り返せば繰り返すほど、あの、振られる振りになっているような、振られる振り、ややこしいな。 えー、つまり最終的には振られるダメージへの予防線を張る結果になっちゃってる気がしないでもないというかですねまあそういうところも含めてねあのガハマは可愛いなと思うんですけどね、えー、でも八万側から見てもあのガハマのこの要求って少なくとも雪乃のそれよりは、えー、ちょっと重いものになっちゃうんですよねあの最終巻で八万は雪乃のねあるセリフに対してですね 思って突っ込んでるシーンがあるんですけど、あの、これガハモ相手だったら突っ込むことさえできないと思うんですよね。ガハモの思いはそれ以上にもっと重いっていうね。えー、それは今のコミュ力の八万には耐え抵るものじゃない、じゃないかなと。八万自身がそう考えてるんじゃないかなと思います。で、2つ目の理由としては、あの、八万はメンヘラキラーなんですよね。 えー、基本的に闇を抱えている女の子が好きというか、えー、むしろそういうことのコミュニケーションの方が得意なんじゃないかなと、えー、親近感があるっていうかね、えー、それで言うと雪乃は八万の言葉をそっくりそのまま春のに伝えるとかっていう、まあ、依存体質があるのは事実で、えー、実は自立性がないんですよね一人で耐えられない、えー、もちろん高校生なんて誰だって闇を抱えているっていうかそういう不安を <laughs> まあそういう不安定な時期って普通でガハも ガハマもね、例えば気を使いすぎるとか、空気読めすぎるっていう闇を抱えてはいるんですけど、雪のりは全然健全っていうかね、やはり安定感があるんですね。自分の恋愛感や行動に主体性があって強いんですよね。そういう相手だと八幡の出番がないんです、実はね。八幡自身が存在価値を見出せないんですよね。えー、奉仕できるチャンスがないっていう、ね、部活の流れで言うとそういうことになりますかね。この考え方で言うと、八幡自身も、 あの雪乃のような存在を求めているという意味ではねあの春野の言うとおりにです、ね、強、えー、依存関係ではあるんですけど、最終巻の平塚先生の,、ね、あのバッティングセンターのシーンで、ですね、えー、それもまたねその好きだという感情のことだよと、まあ、平たく言うとそう,いうそういう中身になるんですけど、えー、そうやって言われて、アドバイスされて、まあ、これの強の依存という言葉を、ね、受,け入れ受け入れられるようになったんじゃないかな。 ま、同時なくなったんじゃないかなっていうことですね。で、えー、雪の選んだ三つ目の理由。これもちょっと、最後のね、理由は、ふわっとした根拠に聞こえるかもしれませんが、えー、まあ、なんとなく気が合う二人っていうことですよね。えー、今回の14巻でもね、最後のプロムの裏方仕事でですね、同じ場面でね、シェイクスピアの、あ、イメージしたりとかですね、えー、 あと、例えば2巻の最初の方でね、3人で定期テストの勉強するって話になったときに、えー、八幡と雪菜はそこでイヤホンと、ね、ヘッドフォンをはめて、えー、全く同じ自習スタイルになってガハマンが驚くみたいなね、やっぱり2人はあのこういう何気ない些細な部分とか、共有の豊かさでは話は合うだろうなって思うんですよね、まあ、お互い本が好きとかですね、えー、付き合い続ける意味ではね、そういうの大事ですからね。あの <laughs> ただ繰り返しになりますがあの、8万は振ったガハマのことも好きなんですよね。えー、最初にも少し触れましたがね。14巻の前半でガハマの家で、えー、ガハママと一緒にフルーツタルトを作った時にですね、えー、アンニーですけど、えーとまあ、ガハマに思いを伝えてるんですよね。これあの、ガハマの家で一緒に作ったフルーツタルトの帰り道の途中でですね、あのガハマにわざわざ渡して、作ったタルトを渡してですね、しかも 確信があるるっって言って言んですよね。その具体的な中身ってのは直接は答えないんですけど、あのこれはガハママがガハマに入事した恋心とかね、まあ、愛情っていうような内容と捉えて構わないと思うんですよね。えー、っ,とってことはここでハチマがしてることはガハマへの愛の告白なんですよね。なんだけどその後で振ってると。なぜなら雪乃と付き合うから。これね、まあ、すごく間違って いるんですよね。でもそういうお話だからやっぱりこれで正しい、まあ、真面目な話は脇とかじゃなくて複数の人,複数の人を、ね、同時に好きになるっていうことは全然よくあることなんですけど、まあ、八幡雪のガハマもちろん読者の大変も、ね、そういう展開望んではないので、えー、どちらかを選ぶという形しか選択肢を取れなくてですねやむを得ず、ね、さっきの3つの理由で8、ね、万、えー、は雪のを選んだんじゃないかなというのが。 えー、僕の考察ですね。あと最後に、1、まあ、つだけあの皆さんにお聞きしたいことがあって、これは他の感想動画を上げてた人もおっしゃってたんですけど、雪、え、乃、ー、はどの時点で八幡が好きになったのかってことなんですよね。これね、前編通しても、えー、どこにもはっきり描かれてないんですよね。 まさにいつの間にかなんですよね、これまあ批判とかじゃなくて、すごい技術だなと思うんですよね。えー、一応、僕なりの,あの <laughs> 僕なりの回答としては、です三、ね、巻の春の初登場の時に、えー、春野のこと、ただ完璧な人だなーって絶賛するんじゃなくて、まあ、強化外国格というね。 えー、なかなかのパワーワードでね、あの、表現してましたよね。その闇の部分もね、一瞬で見抜いたってことですね。えー、これで後々のディスニー、デスティ、デスティニーランドか。デスティニーランドでも言ってますけど、雪のは感心した部分、えー、まあもちろん感心もしたんですけど、初めて自分のことをね、自分のことを分かってくれるかもって思ったんじゃないかなって。っていう推測ができます。あとは、 のの文化再編のラストですかね。えー、雪乃が8万に対して本当に誰でも救ってしまうのねと褒めてその後に、えー、あなたのことなんて知らなかったけど今は知ってるって答えるシーンがあるんですよね、えー、ここじゃないかなとでこれどういう文脈かっていうと8万は高校の入学式の日に交通事故に遭ってて、えー、その車は雪乃の家のね、あのー 車なんですよね運転手がいるような家庭なんですけど、<laughs> えー、その運転手がですね、えー、8万をまあ引いちゃうんですよね。でだから、まあ、雪乃は8万のこと知ってた、実はね、知ってたはずなんですが、それは知ってる、知ってたってことをずっと8万には言わずにいたんですよね。あの部活で会った時とかもね。えー、でその内緒にしてたってことを、 八幡は、あのえーまあ、雪乃は空気は読まないけど嘘はつかない人だというイメージがあったんですけど、そのイメージが崩れちゃって、結構ショックを受けるんですよね。で、それからは雪乃との距離を測りかねてたんですけど、そのこの今は知ってるっていうこの政府によって、まあ、わだかまりが解消されると、で大事なのは、その事故を、ね、合わせちゃった同居生っていう、えー、関係、 じゃなくて、まあ、あの同じ、ね、法師部員として、曲がりなりにも、ね、一緒に築いてきた、まあ、人となり、ね、人間関係じゃないのっていう風な、な、えー、雪乃がそう答えたんだって、まあ、8万受け取ることができたんですよね、この今は知ってるっていうセリフで、で8番ここでも雪乃に、まあ、付き合ったとかじゃなくて、あの友達にならないかっていう、ね、提案をしてるんですよね。 でその、この友達発言はただの、まあ、その臭いセリフじゃなくて、えー、それまでの不信感を拭いたい、えー、例えば嘘をつく、疲れる関係でも構わないよっていう非常にね、周りくどいですね、いかにも八万っぽいあの提案だったんですけど、まあそれを一応ね、もう拒否しな、しながらも、あの、あなたのことは嫌いではないよって示したのが、このセリフだと思うんです。今の、今はあなたを知ってるっていう言葉に集約されてるんじゃないかなって気がしたんで、 え、ま、ここで初めて、ね、そのね、恋愛感情の方が、みたいなものが芽生えたのかな、という。えー、実際にこの後の修学旅行編ではね、もう好きになってると思うんですよね。えー、七巻でね、特に平塚先生と三人で、えー、天一のラーメン食べに行った後の帰り道でね、二人きりになるの二人きりでちょっとホテルに、あの、宿泊してるホテルにね、えー、戻るの、戻るのを、 がちょっとこんな時間に一緒に見られるのを見られるとちょっとって恥じらいながらねあの行ったりするシーンがあるんですけど、ここはもう完全に意識してるかなっていうね感じなので <laughs> えまあここの、ここの2つぐらいかなと思うんですけどね。あとはまあ初めてあの雪乃の1人,1人で住んでるマンションにねちょっとかあのお見舞いに行ったシーンとかもちょっとねあの怪,しい怪しいというかね。 えー、そこも候補ではあるんですけど、まぁ、あえー、ぜひね、皆さんにもね、この意見を、えー、聞きたいなと思っております。<laughs> えー、ちょっとね、だいぶ長くなっちゃいましたね。えー、っと、誰が最後まで聞くねんっていう話ですけどね。まあ俺がいるファンの何人かはね、聞いてくれるかなと思っております。まあでもあくまで考察なんでね、正解でも何でもなくて、えー、他に、 えー、意見っていうかね、こういうのが違うよっていうのがあればね、ぜひコメント欄とかで <laughs>、えー、知りたいと思いますし、えー、他にもね、まだまだか語りたいことはたくさんありまして、例えば、キャンプ場で葉山が匂わせた好きな人ってのは、まあ、春野のことなんだろうなとか、あと、京都駅の屋上で名さんがね、えー、した告白は、まあ、ガチだったんじゃないかなとかですね、あと、最終巻で、 川崎さっきりのことをいつでも川なんとかさんと呼ばなくなっている理由とかですね、えー、とまだまだね語り尽くせないんですけど、えー、いい加減キリりがないのでね、えー、最後のね引用で終わりたいと思います、えー、すいません一応ね最後にこの <laughs> 少しだけ朗読するっていうねコンセプトでやってますんであほんとねあの一番おい、あのー、しいところ読みますけども、えー、せっかくなんでね8万に漢字を移入して読みたいのでよかったら聞いてください あなたがきを引きがやく。完全な冬打ちに固まっていると、雪の人は恥ずかしそうにはにかんだ照れ笑いを浮か,べ浮かべた。桜色に染まった方を書類束でさっと隠し、ちらりと一瞬だけこちらの反応を探るように上目遣いで伺って、けれど沈黙に耐えかねたようにじりっと後ずさりする。そしてこちらの言葉なんてまるで待たずに、逃げるように足早にかけていった。 おい、マジかよ。本当にめんどくさいな、こいつ。言い逃げされたらこっちはなん何もできねえだろ何これ、別の機会にまた改めて俺もなんか言わなくちゃいけなくなるんじゃないのそういうの本当辛いんですけど、マジでめんどくさい。けど、死ぬほどめんどくさいところが死ぬほど可愛い。それでは、おやすみなさい。